みたいだけど、どこにも繋がってないよね。ただいまー、なんちゃって。ちょっと。な、れ？なにここ。お客さん？すごい珍しいかも。あなたは？それにここって？私は。あれ？名前忘れちゃったかも。ずっと名乗ってなかったから。ここは私のティールーム。あなたたちは？お茶飲みに来たの？ああ、いや、なんでここにいるのかもわかんないんだけど。俺はラン。こっちは姉ちゃんの。レーンです。ナインウッズヒルから来たんですが。ナインウッズヒルのラーンとレーン知ってる。そういえばここに来るって夢を見てた気がする。今日だったんだ。え？じゃあ何しに来たのかも知ってるかも。すぐに始める？あ、何を？なんで俺らがここに来たのか俺らが知らないのに知ってるの？ミラージュ使いのミラージュ集め。知り合った人たちの魂に触れ、過去と現在と未来、それらのミラージュが関わる大事な戦いや悩みを代わりに受け、その結果に力を貸す。違った？そうなんですか？マジで？てか意味不明だ。姉ちゃんはわかるの？うん、ダメ、全然わからない。じゃあ誰の魂に触れる？光の戦士の伝説か。子供に聞かせるおとぎ話だとばかり思ってたんだがな。しかしまさか自分がと思う反面、幾度となくこの自分に出会ってる気すら。いろんなことが重なったせいで少し疲れているのかもしれんな。残念だったな。姫は町の民と過ごすのが好きでね、あまりここにはいらっしゃらない。姫がいらっしゃらないでよかった。もう二度とさらわれてほしくはないからな。ん？二度と？いや、姫が以前さらわれたことなど。それに今のバハムート兵との戦い、まるで天から誰かが助けてくれたようだったが、どうやら私は本当に疲れているようだ。その人の運命を左右する部屋。この子、エナクロと同じ神様みたいなものなのかな。レーンの考える神とは違うかな。え？でも悪用する気ならちょっと天罰落ちちゃうかも。天罰？私は彼、彼女と因果を結んだから、ここにたどり着いたラーンとレーンにもちょっとだけ夢と時の力を使う権利があるっぽいの。悪用しないように気をつけます。はい。この騒ぎは一体？あ、団長、大変です。姫がゴブリンプリンセスにさらわれました。何？ゴブリンプリンセスだと？まさか。しまった。姫、ご無事ですか？ウォーリアオブライト、ああ、来てくれたのですね。おお、ウォーリアオブライト、会いたかったよ。どう、あたいとの結婚考えてくれたわ。ま、結婚？そう、
ゴブリンプリンセス、その申し出は断ったはずだ。それに私は光の戦士として姫よコーネリアを守るという使命がある。さあ生あたりと結婚してくれたらゴブリンたちの力でいくらでも守ってやるよ。ジャイアントゴブリンをぶっ飛ばしたお前こそがゴブリンたちを率いるにふさわしい男だ。いや私は姫が。ちんちくりんな姫がそんなにいいわけ？そんなに大事なら安全なところに一生閉じ込めておいてやるよ。それで国は安泰だろう。そんなやめろ、そんなことはさせない。この闇私が払おう。ゴブリンプリンセス、とどめだ。待って、ウォーリアオブライト姫、そこをおどきください。このようなミラージュとの禍根残すわけには参りません。ゴーン。いいえ、どきません。彼女は少しやり方を間違えただけなのです。そう、彼女はただプリンセスとして素敵な殿方を迎えたいと思っただけ。そう、それ私が国を思って行動するのと一緒です。それ違う。姫、さあ私を守ってくださるというのならどうかこの場は剣を収めてください。わかりました。姫がそうおっしゃるのならとどめを刺すのはやめましょう。しました、プリンセス。あたいはあんたをさらってきたっつのに、なんて優しいんだ。自分が恥ずかしいよ。そうだ、姫はそういうお方なのだ。だからこそ私も、あ、いや、あんた最高だよ。あたい、あんたに乾杯だよ。じゃあな。これからはあたいも姫らしく仲間を見守っていくさ。じゃあな。今回のことは悪かったな。じゃあな。セーラ姫に何かあったらいつでも駆けつけるから言っておくれよ。ああ、その時は頼む。じゃあな。で優しいプリンセスなのでしょう。私も一刻を預かる身として彼女の勇敢さを見習わねばなりませんね。いえ、姫は今のままで十分です。何かあればこの私が守りますゆえ。本当に頼もしくなりましたね。ありがとう。姫、またどんなミラージュが襲ってくるとも限りません。コーネリアまでしっかり私を守ってください。では、私から決して離れませぬように。たまにはこんな冒険も楽しいものですね。いえいえ、こんな危険なことは二度と起こってはなりませんので厳重にですね。